青鬼を探せレベル1。さあ、たくさんの人混みの中に青鬼がいるよ。レベル1だからまだ簡単かな。世界はここ。青鬼を探せレベル3。ウォーリーがたくさんいるね。その中に青ウォーニーがいるよ。さあ、どこかわかったかな。服が派手でわかりにくいね。さあ、正解はここ。青鬼を探せレベル10。さっきよりも人はかなり大きくなったよ。これなら見つけやすいと思いきや全然いないね。あれれ、青鬼どこかな。正解はここ。めちゃくちゃちっちゃいな。青鬼を探せレベルマイナス10。さあ、どこにいるかわかるかな。正解はここ。ここじゃないよ。もう探したくなくても目に入ってたよ。青鬼を探せレベル27。うわ、真っ暗だ。え、ここに青鬼いるの。嘘でしょ。いないでしょ。正解はここ。逆にずっと見えてたのかよ。わかんないよこんなの。青鬼を探せレベル1000。青鬼ばっかりだよ。これ全部青鬼ってことじゃないの。もしかしてこの中に本物がいるってこと。どこだろう、どこだろう。正解はここ。似たようなやつの中に紛れ込ますんじゃないよ。青鬼を探せレベル1003。ブルーベリー畑だよ。この中にいるの。青鬼、ブルーベリーを食べてる青鬼がいるの。正解はここ。さっきの方が難しかったぞ。青鬼を探せレベル23805。うわ、すげえ人混み。こん中から探すの大変だ。もうわかんないよという方はもう画面を一時停止して探してみてくださいね。さあ、それでは正解はここ。スマホで見てる人たちはもう探しにくくて仕方ねえよ。青鬼を探せレベル100万2。青鬼どこかわかるかな。同じ色のおじいちゃんがいっぱいいるからわかりづらいんじゃないかな。正解はここ。今回はボケずにガンガン難しいの行くから覚悟しといてね。青鬼を探せレベル100万4。さあ、人間がいっぱい、どこかわかるかな。今回はフェイクジジイもいっぱいいるからわかりづらいんじゃないかな。正解はここ。ジジイのおかげでわかりにくかったんじゃないのかな。青鬼を探せレベル100万8。もっと人間をごっちゃごちゃに増やしてみたよ。これだったらもう絶対わかんないでしょう。わかった。嘘でしょ。正解はここ。さあ、もっとレベルを上げていくよ。青鬼を探せレベル1。どこかわかるかな。正解はここじゃなかった。ここ。結局ボケちゃったよ。青鬼を探せレベル100万9。ごちゃごちゃだな。正解はここ。正解発表が早すぎて探してられんかったわ。青鬼を探せレベル100万3007。青いジジイがうじゃうじゃだよ。さすがにこれは探すの時間かかるでしょう。どこかわかるかな。そろそろ正解発表するよ。正解はここ。さすがに今回は難しかったんじゃないのかな。青鬼を探せレベル100万32。たくさんの変な色のジジイがいっぱいいるよ。この中に本当に青鬼いるのかな。さあ、正解はここ。目だけしか出てないとかわかりにくいよ。青鬼を探せレベルレインボー。うわ、いろんな色がありすぎてブルーベリー色が探しにくいよ。どこだろう。なんか目もチカチカするな。正解はここ。いろんな色の青鬼見すぎてなんかこの色だったっけってなっちゃったよ。青鬼を探せレベルおパンツドリブル。あれ、人間しかいないね。小さくどっかにいる感じもしないよ。どこだろう。正解はここ。頭がちょっと見えてるだけじゃん。目玉の親父みたいに隠れてるってこと。青鬼を探せレベルブルーベリー。急にの実写、しかも簡単。これはブルーベリーを食べに来てるの、それともブルーベリーと一緒になったの、どっち。まあどっちでもいいか。それよりももうこれだってもう正解は発表しないよ。青鬼を探せレベル常夏ジジイゾン。あれ、青鬼しかいないじゃん。あれ、でもよく見ると鼻が豚だ。変な色の豚。
腐った豚だ。この中にいるのは鬼。どこだろう。正解はここ。腐った豚に紛れられたら難しいよ。高評価しないと爆発するぞ。クリッパーを探せレベル1。たくさんのガチャピンがいるよ。その中にクリーパーがいるのわかるかな。顔が特徴的だからわかるかな。正解はここ。まだまだレベル1わかりやすかったかな。クリーパーを探せレベル47。いきなりの実写、しかも緑が多い実写。この中から探すのは大変かな。よく見たらわかるよ。正解はここ。後ろの色と同化してたからわかりにくかったかな。クリーパーを探せレベルマイナス10。うわ、でっかいクリーパーだと思いきやピッコロとエンダーマンでできたクリーパーだね。もしかしてこのでかいのがクリーパー。いや、そんなわけないよね。正解はここ。今回は緑の面積がちっちゃかったしね、わかりやすかったね。クリーパーを探せレベルハゲ向いちゃいました。まさかの字、この中からクリーパーっていう字を探せってこと。意外にクリーパーって字目立っちゃってるよ。正解はここ。意外と簡単だったね。クリーパーを探せレベルマイナス108。これは簡単すぎるよ。正解はここ。これこのまま降りてっても顔が引っかかりそうだよ。一気に消せないよ。クリーパーを探せレベルへそのおだんく。顔がおじいさんの変なキャラクターの中にクリーパーがいるよ。わかるかな。正解はここ。最終問題が意外とわかりやすいってどういうことだよ。青鬼を探せレベル1。さあ、どこに青鬼がいるかわかるかな。正解はここ。なんか蜂みたいな青鬼がいたね。まだレベル1だから簡単だね。青鬼を探せレベル100。さあ、どこかわかるかな。正解はここ。レベル100簡単だな。バナナと間違えるとでも思ったの。青鬼を探せレベル2017。さあ、どこかわかるかな。この丸いの全部青鬼。違うよ、これはブルーベリーだよ。さあ、正解はここ。ブルーベリーの中に青鬼がいたよ。これはちょっとわかりにくかったね。青鬼を探せレベル鼻からチゲ鍋。さあ、どこかわかるかな。正解はここ。トングに挟まれちゃってるよ。焼いたら美味しいのかな。青鬼を探せレベルシシカバプーちゃん。さあ、どこかわかるかな。ん、この丸いのが全部青鬼。違うよ、これはブルーベリーだよ。さあ、正解はここ。これはブドウだよ。ちょっとちっちゃいからこれもわかりにくかったかな。青鬼を探せレベルカリカリうなじ。あれ、でかい瞳にハゲが映っているよ。正解はこれ。青鬼の瞳にハゲが映ってたんだね。もうウォーリーを探せのルールが無視だよ。青鬼を探せレベル100万。すごい人混みだね。この中から青鬼見つけれるかな。正解はここ。色が目立つからまだ分かったかな。どこに行くんだろうね。109かな。ブワッティを探せレベル1。さあ、レベル1だからまだ簡単かな。でもちょっと隠れてるから分かりづらいかもね。正解はここ。がっつり隠れてたからちょっと分かりにくかったかな。ワッティを探せレベル300。似たようなやつがいっぱいいるからちょっと紛らわしいかな。さあ、どこか分かったかな。正解はここ。まだ大きめだから分かったかな。ワッティを探せレベルマイナス10。大きさがバラバラの気持ち悪いやつがいるね。この中にいるんだって。もうわかったかな。正解はここ。目の中に潜んでたね。これはもうちょっとパッと見でもわかったかな。ワッティを探せレベルブルゾンゴンゾー。これはだいぶ小さめになってきたからわかりにくいかもね。さあ、正解はここ。後ろ姿はやめてよ。特徴なくなっちゃうから。ワッティを探せレベル荒牧ジュニア。わかるかな。正解はここ。簡単すぎだろう。ふわって言ってはんぺんって言われてるみたいだけど、だからといってはんぺんに混ぜたってわかっちゃうよ。ふわっていいを探せレベルジョ。こんだけ小さくなったらさすがにわからないでしょう。どれかわかるかな。正解はここ。こんなのわかるか。最後は難しかったね。
ヒカキン青鬼を探せレベル1。さあ、普通の青鬼がいっぱいいる中にヒカキン青鬼がいるよ。メガネが特徴的だからすぐ分かったかな。正解はここ。まだまだレベル1だったから分かりやすかったね。ヒカキン青鬼を探せレベル猪木。猪木青鬼がいっぱいいるね。この中から探せるかな。しゃくれてないやつがヒカキン青鬼だよ。さあ、正解はここ。これもまだまだ分かりやすいね。というか、なんで周りを猪木にしたのかがわからん。ヒカキン青鬼を探せレベルババア。さあ、どこかわかるかな。正解はここ。簡単すぎるわ。レベル1より簡単だわ。なぜ急にの実写。なんで髪の毛紫色にしたんだよっていうババアいるけどもね。ヒカキン青鬼を探せレベルヒカキン。ブスがたくさんいるよ。でもブスでも金持ってるからね、勝ち組だよね。さあ、ヒカキン青鬼どこにいるかな。正解はここ。かなりちっちゃいな。これを見つけるのはちょっと難しかったね。ヒカキン青鬼を探せレベル静香ちゃん。さあ、どこかわかるかな。正解はここ。モザイクとして使うなよ。隠される側なのに隠す側になっちゃってるよ。ヒカキン青鬼を探せレベルレインボー。目がチカチカするやつがやってまいりました。さあ、色がごちゃごちゃでどこにいるかわかりにくいでしょうか。さあ、正解はここ。みんなわかったかな。青鬼を探せレベル1万。めちゃくちゃちっちゃいよ。この中から青鬼探せるかな。正解はここ。1問目からこの難しさ、キムチー。青鬼を探せレベルノースリーブババア。いろんな色のフワッティの中に青鬼が隠れてるぞ。どこかわかるかな。正解はここ。小さい上に色がごちゃごちゃでよくわかりません。青鬼を探せレベルへの突っ張りはいらんですよ。よーく見るとちっちゃいフワッティで書かれたフワッティ文字、これはこれが青鬼なのかな。正解はここ。でかいのが青鬼と見せかけてちゃんとちっちゃいのもいたのね。青鬼を探せレベルもっこりビーバー。またまた小さいフワッティの中に青鬼がいるよ。どこかわかったかな。正解はここ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 。正解が5個あるなんて聞いてないよ。しかもあんなスピードで5個は見つけられないよ。青鬼を探せレベルパプピ。中二の実写、この中にいるけどわかるかな。正解はここ。これはちょっとわかりやすかったかな。青鬼を探せレベルヘラクレス王ジジイ。過去最高と言っていいぐらいの小ささです。こんなもんもうフワッティって確認するのも無理でしょう。さあ、正解はここ。こんなのわかるわけないでしょう。青鬼を探せ超地獄級。今回はいろんな格好の青鬼がいます。その中から土下座青鬼を探してください。青鬼を探せレベル666。青鬼ばっかりで格好だけで探すのはなかなか難しい。でもこれだとまだ大きいからわかるかな。正解はここ。格好に特徴がないから探しにくいね。青鬼を探せレベルお尻ブリザード。さっきよりかなり小さくなったね。もうどれがどれだか全然わかんないよ。どれだろう。正解はここ。近づかれても一瞬どこってなるよ。青鬼を探せレベルブルマジジイ。どこだろう。あれ、土下座している腐った色のジジイもいるよ。紛らわしいな。でも正解はここ。ジジイの引っ掛けがめんどくせえな。青鬼を探せレベルレインボー。あー、目チカチカするの来た。もうこの鮮やかさが眩しすぎて、もうどこにいるんだか全くわからないよ。正解はここ。違う色の土下座もいたから惑わされたよ。青鬼を探せレベルペペロンはしゃぎ。お、またこの大きさに戻ったぞ。あれ、普通にいるね。正解はここここここ。確かに一つだけとは言ってないけども、まさかの三つ。青鬼を探せレベルラベンダー。急にの実写、実写に絵はもう違和感がありすぎて分かりやすいよ。正解はここ。これはラッキー問題すぎちゃったね。青鬼を探せ下僕伯爵。
これはやりすぎだわ。こんなちっちゃい中から土下座探せるわけないよ。もう無理でしょう。正解はどこ？もうどこか分かんなくなっちゃったよ。どこだろう、どこだろう。あ、ここか。出題者側もどこかよく分からなくなる問題出すなよな。青鬼を探せレベル1。なんだなんだ、青鬼なんかいないぞ。クリーパーしかいないじゃないか。あれ、クリーパーの中にフワッティがいる。フワッティがたくさん。その中に青鬼がいるのかな。どこだどこだ、どこなんだろう、どこなんだろう。正解はここ。ここって言っときながら出てこないじゃん。あ、ここにいたのね。今回はこの動いてる中から探すのか。青鬼を探せレベル10。なんか変なおっさん出てきたよ。そのおっさんのおでこに近づいてった。ここから探せっていうことか。おー、どこだどこだどこだ、どこにいるんだ。どこか全然わかんないな。あ、ようやくわかったぞ。正解はここ。ずっと見えてるわけじゃないから探すのが大変だね。青鬼を探せレベル100。全身タイツ着たおっさんがぬるい動きをしているよ。この緑の部分から青鬼を探すんだね。どこだどこだ、どこにいるんだ。もうおっさんの真顔が気になって見つけにくいよ。どこだろう。みんなわかったかな。正解はここ。このおっさんが動く中から探すのが難しいね。青鬼を探せレベルお尻ジュニア。またおっさんがゆっくりした動きをしているよ。もういいからさ、この動き見せなくてもいいから早く青鬼を探せやってくれよ。よー、来た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 。これゆっくり動いてるから、これ意外と分かりやすいんじゃないの？ねえ、ずっとこれ探してられるよ。うん、これ簡単じゃないの？なんで4問目でこれなんだろうね。ちょっとこれは皆さんもすぐ分かったんじゃないでしょうか。はい、正解はここ。こんだけゆっくりしてる動きだとちょっと分かりやすかったね。青鬼を探せレベルハゲムケスカンク。おっと、今回は激しくおじさんが動いているぞ。すごい頑張って動いております。おい、もうでもこんな映像見たくないんだからさ、早く青鬼を探せやってくれよ。もういいよ。もうただただ無理して動いてるだけのおじさんなんて見たくないよ。早くしてくれよ。おい、マジでなかなかいかないな。おい、いつまでこのおっさん見せるんだよ。もう飽きた飽きた飽きた。もう、あ、来た来た来た。はい、どこだどこだどこだ。今回ちょっと激しいからちょっと探しにくいんじゃないの。ああ、動いてるね動いてるね動いてるね。お、見にくいな。おい、探しにくいよ完全に。どこだどこだ。でもちょっとチラチラ見えてんな、さっきから見えてるぞ。これだとまだわかるかわかるか。おい、もっともっと見やすい位置に、見やすい位置に。おい、いいぞいいぞ、その位置その位置を確保。ああ、もうダメだダメだ。全然どっかわかんない位置になっちゃった。全然映ってない映ってない。あ、来た来た来た。そう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 、青鬼はここ、ここ。今回は激しかったね、おじさん。ウワッティを探せレベルカズダンス。おじさんがカズダンスをしてるね。その中に青鬼とフワッティが見えるね。フワッティどこかわかったかな。いや、最後フワッティ全然見えないな。正解はここ。まだ最初の問題だったからわかりやすかったね。フワッティを探せレベルイモリダンス。イモリミユキさんがオーディション時代に踊っていたダンスを踊っているよ。いろんな色のフワッティがいるけども、ブルーベリー色はどこかわかるかな。正解はここ。いろんな色はいるし、おじさんは動くしでわかりにくかったかな。フワッティを探せレベルニャンコスター。この動きいいわ、ずっと見てられるわ。このおじさんの中に変なジジイとフワッティがいるよ。フワッティどこかわかるかな。正解はここ。これは動きも緩やかだったから分かりやすかったかな。それにつけてもこの動きいいね。フワッティを探せレベル恋ダンス。おじさんが恋ダンスを踊っているよ。その中にいろんな色とブルーベリー色のフワッティがいるよ。どこか分かるかな。というかこれ何か見ながら踊ってるだろう。おい、映像見ながら踊ってんじゃねえの。ちゃんと覚えてこいよ。なんでそんな中途半端な状態で踊るんだよ。あー、ひどいひどいひどい。もう見てらんないよ。全然動けてないじゃないの。おい、どうしたどうした。あー、心折れてない動きしだしたよ。恋ダンスにない動きしだしたよ。正解はここ。急にの正解発表だな。フワッティ探すよりもおっさんの動きに夢中になっちゃったよ。フワッティを探せレベルダダコネール。
おじさんがダダこねてますね。何があったんでしょうか。彼女欲しいよとダダこねてるんでしょうか。そんなおじさんの中に変なジジイとフワッティがいるよ。フワッティどこかわかるかな。正解はここ。ずっと映ってたし、わかりやすかったかな。ゾンビ青鬼を探せレベル1。いろんな青鬼の中にゾンビ青鬼がいるよ。これはちょっと簡単かな。正解はここ。簡単すぎてうんち漏らしそうだね。ゾンビ青鬼を探せレベル100。いろんな色のゾンビ青鬼がいるよ。この中から薄い紫色のやつ探せるかな。正解はここ。顔がでかいしわかりやすかったかな。ゾンビ青鬼を探せレベル1010。うわ、ゾンビ青鬼がたくさんと思いきや、ただの目がキラキラしてるだけの青鬼だね。この中からゾンビ青鬼わかるかな。正解はここ。目しか違いがないからちょっとわかりにくかったかな。ゾンビ青鬼を探せレベルマイナス1万。正解はここ。簡単すぎて4日分のうんち漏らしそう。ゾンビ青鬼を探せレベルプポペー。千手観音青鬼とたくさんのピエロ青鬼、この中からゾンビ青鬼探せるかな。正解はここ。手に隠れてて分かりにくかったね。ここ、高評価しないと食べちゃうぞ。